9番ジャン・シュービンさん中国 Number 9 representing China ジャン・シュービン。中国の超術品チャン・シュービン。綺麗な高さのあるトリプルフリップですね。今朝の練習を休みまして、これが今日いきなりということになりました。トリプルトーループ、ちょっとあれですね、ジャンプは飛べているんですけども、この選手の持ち味のスピードがないですね。トリプルサルコでトリプル4種類です。ループは失敗。
日本の皆さんにはおなじみの NHK 杯、これで8年連続の8回目ということになります。中国の張術品、まあ、何種類かジャンプを成功しましたが、ただ五十嵐さんのご指摘のようにちょっといつものスピード感がありませんでしたね。そうですね、あのジャンプはまあこのトリプルサルコも含めてですね、非常にあのいいジャンプを持ってるんですが、まあ、あのこの選手もですねトリプルアクセルの飛べる選手なんですけどね、今日は全体的にスピードがなかったですね。ハルガリーオリンピックでは第20位、7歳から始めたこのスケート、ハルビン生まれ、現在は北京に住んでおります。25歳、長身を生かしたスケールの大きな滑りがこの人の特徴です。趣味はという欄はサッカーとビリヤードという答えになっておりまして、これ世界選手権またオリンピックでもですね、はい、当然中国の男子の中のチャンピオンですから、まあ、オリンピック出場かなり有力されてますが、どうでしょうかね。そうですね、世界の中では、まあ、あと1ヶ月、まあ、半ぐらいありますので、まあ、体調を万全にして、うん、まあ、もう少しあの本来の、ね、持ち味であるあのスピードのある演技をしてもらいたいと思います。4.8 5.2 5.1 4.8、テクニカルメリット 4.7 4.8 5.0 5.0。5人が5点台という得点になっております。アーティスティックインプレッション4.7 5.2 4.9 4.6 アーティスティックインプレッションです。4.4 4.7 4.8